水を入れる際にはこの上の柔らかい部分、ここを指で左右から真ん中に寄せてもらって隙間を作ります。そうすると水が入るわけですね。最初は半分ぐらいまで入れていただければ結構です。これ最終的には全部入れますけども、最初は半分入れていただきましたら、今度はこの硬い部分を持ちます。フレームと言います。上を押さえ、下はわざと少し開けます。指1本分ぐらい、あんまりガバッと開けすぎると回転が入りません。ちょびっと開けてもらったら、あとは鼻から息を長く吐いてます。で、止まる前に舌を戻す。これちょっと流してやってますね。水入れて、押さえて、舌上げたら鼻から、戻す。水入れて、押さえて、舌上げたら鼻から、戻す。こんな感じです。はい、でちょっとですね、練習してみましょうか。